覚醒中、日本ハム、タミヤが打率4割2分3厘で大暴れ。27日、日本ハムはエスコンでのオリックス戦に9対0で勝利した。スタメン出場したタミヤ優愛は、3打数3安打4打点の活躍だった。ここ5試合での打率は6割1分5厘と絶好調だ。現在は規定打席にはわずかに未到達ながらも、打率4割2分3厘。パリーグトップクラスの好成績を残しているだけに。子供ファンのみならず、日本ハムファン全体で、タミヤへの期待値は高まっているだろう。今後もタミヤの活躍に期待したい。これにネット上では、去年から兆しはありましたが、打撃海岸ですね。打つポイントが素晴らしい、若い時の近藤に似てます。今、ハムの調子がいいので、相手はエースをぶつけてくる可能性があります。エース投手から打てれば3割はいけます。それと疲労がどうなるか。うまくいけば首位打者争いに加わりますよ。この先疲れも出てくるだろうし、DH を適度に混ぜながら、シーズン通して活躍してくれたら優勝争い間違いなし。あと何試合何打席で規定打席になるのかな、首位打者を狙ってほしいですね。技術はあるものの、体が小さいのでパワーがなかったことから、2軍時代は筋トレを重点的に行ったそう。昨シーズンにもその成果の兆候はありましたが、今シーズンで一気に花開きましたね。バットコントロールのうまさに加えて長打力を身につけました。